はい、皆さんこんにちは。ゴーストトリック続きからやっていきたいなと思います。ということでね、今回は第10章 PM11 時41分ということで、前回ね無事に浄土刑事をね脱獄させたんでねその続きからだね。まあ、結局カバネラに捕まってたけどな。でどうなるんだろうか。死刑囚の処刑を回避する。この上なく中途半端な形で任務を完了した私はリンネと合流することにした。法務大臣氏の執務室。もう一つの殺人。浄土刑事の最後の言葉が重くのしかかる。リンネにそれを伝えるべきか私には分からなかった。なんか言ってたね。リンネを守るために殺した的なやつだよねリンネが潜入してるわ。珍しいことにリンネは死んでいなかった。しかしどうやら素直に喜んでいい空気ではないようだ。何をやってんの彼女は何をこそこそこそ泥棒誰かぶっ倒れてるじゃない。おい聞こえるか。誰だこいつは。法務大臣様か。どうやらまだ死者として気絶しているようだ。あ、出た。人の魂を押しのけて結構なご挨拶だな。それにしても君が行くところ必ず誰かが死んでいるようだ。いや面目ないな。今回の死者は法務大臣氏だろうか。どういうこと。何が起きた。そう、浄土さんの処刑の執行指令書にサインした人。私がここへ来た時にはもう残念なことに。あ、そうなの。やれやれ今度は何があったのやら。でどうだった。浄土さん生きてた。さっさと処刑されていた。一応助け出しておいたが。本当危なかったね。って何。一応。私は刑務所での冒険をリンネ刑事に語った。ただもう一つの殺人については私には言えなかった。まあ言いづらいよな。カバネラさんが浄土さんを逮捕。信じられない。カバネラさんが浄土さんを裏切るなんて。ああ、ちなみに浄土氏はそれを正しいことだと言っていたが。とにかくまずは法務大臣氏を片付けてしまおうか片付けてしまおうかって。そうね、聞きたいこといっぱいあるし。それでは行ってみよう。死の4分前。何が起きたんだろうね。法務大臣にね、なんでこいつはぶっ倒れたんだ。こいつあれだよな、あの小説家マダムの旦那さん。あの小説家のやつさ、法務大臣の奥さんない。今よくよく考えればやべえな。娘と家出してきた人。あ、これは失礼。誰かと話してんだ。なんだとブチギレてる。わかった、言う通りにする。どうした。法務大臣だろお前。誰の命令に従ってんだお前。なんという。何があったんだ。なぜ出ない。うお、気が狂いまくってるよ。うーっうーって。奥さんが出ないんかな、あの小説家の。グオー。ぬ何をやってんだ。ぬぐぐいちいちリアクションが意味不明なんだよ何薬。あ、なるほどね。そんなに切羽詰まった感じな。ぬぐぐっつってそこまで水やばいな。これで行っちゃったわけぽっくり行ってしまわれたな。愚かな男だ。お前だよ。あんた気がついたのか。二律相反。何反だ。まさしく廃反。二律廃反。真理を探るほどに我々はジレンマに陥る。人の世は矛盾に満ちている。あちらを取ればこちらを取れない。薬瓶と水差し、両方を求める者はさらにその情報を失うのだと。どういうことだよ。今の場合は両方とも手にすることができたような気がするが、彼は世の真理を知らなかった。だから死んだ。愚かな男だ。いや、むしろ無様な男。そう呼ぶのもまた興味深い。何を言ってんだこいつは。冷静に自分のことを。どうやらこのおじさんは気がついていないようだ。愚かで無様な男が自分自身であることを。こいつもまた二律背反というやつなのかもしれないな。ちなみにあんた、名前は何という？真理の探求者とでも呼んでいただければ。うまく逃げたな。で、これ何 ?4 分前戻って薬を無事に飲ませろってことなんかな。はあ。さあどうするか。電話だよな。やっぱ気になるよな。あ、これは失礼。出たあいつやん。夜分恐ろく失礼法務大臣様、どちら様だろうか。この番号を知っているとは。娘さんを預かったわ。なんだろうか。あんたエイミンの塾の先生かな。塾の先生がこんな時間に電話をかけてくるかしら。まさかもう一度言うわね。娘さんを預かったの。あいつら拉致しやがったな。なんだと。娘は無事なのか。無事なんだろうか。声を聞かせてあげるわ。助けてパパ、エイミン殺される。本当にいるのか。要求は何だ。我々の要求は先日すでに伝えているはずよ。そうか、お前たちだったか。それでどうなっているのかしら。我々の要求、処刑の執行の方は。お前たちの要求など関係ない。あれはわしの仕事なのだからな。その通りね、もちろん。もう連絡が入る時間だ。誘拐など必要ない。我々は用心深いの。覚えておくことね。むー。当然のことだけど、我々は大臣様を監視しているわ。その部屋からこの情報が漏れた瞬間、二度と娘さんとは会えない。わかるわね。警察には知らせるな、ということだろうか。その通りよ。うん。あなた自身の仕事をすればいいわけ。分かった。言う通りにする。処刑の今夜中の執行、約束しよう。あ、だから今夜中で急いでたのか。なるほどね。移動した方がいいのこれ。これ、おんのかな。ほら、やっぱ録音だよな。番号入手したな。この国の警察もバカではないようね。まさか今夜の取引の情報が漏れていたとは。助けてパパ、やっぱ録音だよな。エイミン殺される。ママなんか嫌い。なんとか大臣さんに声は聞かせたものの、荷物の到着が遅れているのが気になるわね。はあ、荷物の到着ね。今電話は使えない。すべからく女は罠だからなのだ。そいつは関係ないと思うが。はい、ということでちょっと待って、早く電話を移動しろ。分かってる分かってる。はい、まずいな。この女全く動く気配がない。そうなんだよ。電話線も使うことができないし、どうやら罠にはまってしまったようだ。あ、ここに来たのが間違いか。鬱陶しいな。ここに行っちゃダメなんだよ。はい、だから電話に出ちゃダメなんだよな。はい、もうこれいいや。これ電話はエンマ君か。あ、これは失礼。もういいんだって。あ、もうこのくだりは終わったわ。助けてパパ、もういいや。鬱陶しいわ。はい、終われ。はい、ということで移動はしない。トラップだった。くだらねえトラップ仕掛けやがって。ということで、ここで大臣様の命を今から救わなきゃいけないんだが、薬とこやつが薬と水を落とすから誘拐か。例によってピンとこない言葉だが、どうやらそいつが大臣氏の発作の原因らしいな。ろくでもない男だ。お前だ。えろくでもない男はろくでもない事件に巻き込まれる。なぜ彼にはそれがわからないのか。とにかく時間は4分しかない。まずは薬の方をなんとかしないとな。こいつさ、薬落とすからさ、これどうすんだろうね。これ調べよう。こいつが大臣氏の発作を止める薬か。今のうちにデスクの上にぶちまけられればいいが、残念ながら蓋を開くことができない。みすぼらしい男だ。偉そうな制服を着て豪華なデスクで仕事中のお前なんだよな。しかしてその中身はみすぼらしいだけの男。あんたその辺にしておいた方がいいな。なんか電話してんだ。そうだ、妻に確認してみるのだ。間違い電話かもしれんからな。そうなんだよな。大臣氏かなり往生際が悪いようだな。自堕落な男だ。それは言い過ぎだろう。この電話、なぜか奥さんは出ようとしない。電話に出ないマダム、どこかで、そうなんだ、あいつだよ、娘連れて行ったやつだよ。隣の部屋のね、カノンのどこかで見たような。自堕落な男には自堕落な妻が似合う。なぜあの男にはそれがわからない。連れてこなければよかったな、こいつは。ちょっと待って、これどうすんだろうな。水差し。これまた電話したところで奥さん出ないんでしょ。ちょっと待って、これどうやってぶちまけるんだよ。せめてこの水が飲めればいいのだが、4分後床にぶちまけられるわけか。馬鹿げた男だ。こぼれた水はもう二度と元には戻らない。それを知っていながら、なぜ人は水差しを落とすのをやめないのか。歴史は繰り返すというやつだろう。これなんかできることあるこれ。書類。何すんだろうな。ちょっと待って、これなんか移動できんのこれ。なぜ出ない。ブチ切れてる。これ多分どっかで薬が落ちるタイミングでなんかしなきゃいけないんだよな。こいつ今から薬落とすから発作起こるよね。うーっつって。こいつが落とすタイミングでなんかした方がいいんだよな、多分。ここから発作が起きてこんなオーバーな発作あるか。早く薬ぬっきた。発作が起きた。ぬぐぐきた。なんかまずい感じだな。今までの振動がついにピークに達したようだ。見苦しい男だ。発作的に生きる男はいつか発作に見舞われる。本当にただそれだけのことだというのに、今までのところ救出のチャンスはなかった。まだ終わったわけではない。諦めるのはまだこっからだろう。この薬をどうにかしたいんだよな。こいつが落とす瞬間に薬なんかあるこれ。ってかこれどうしようもなくない？何すんのこれ。あとこの薬を大臣氏に渡せばいい。しかし数秒あまりにも短すぎる。浅はかな男だ。幸せはそれをつかむ瞬間にこそ逃げていく。だからしっかりつかまれば夢も恋も未来も。何を言ってんだお前。お前が死にかけてんだぞ。あんた自分のこといくつだと思っているんだ。とにかくこのままではまず間に合わない。もう一度最初から考え直すべきか。せめて水だけでも飲めれば少し楽なのだが、何か言ってるぞ。水だけでも。ちょっと待って、ここ移動できんじゃん。振り回すだって。ちょっともうどうせダメだから振り回してみようか。これね、多分ね、電話して誰かはね、これ奥さんとか誰か連れてこなきゃダメなんじゃないかな。ちょっと待って、これね、電話で移動しなきゃダメだな、多分。ちょっと電話使っていい？電話でさあ、ダメか。そうか、ダメか。水だけでもなんとかって言ってる。これはためく。ちょっと待って、もう水飲んでよこれ。これで上になんとか。いや、しんどいなこれ。ちょっと待って、水をどうしたらいいんだろうな。水だけでは飲めればいい。そうなんだよね。ちょっとこれさ、いちいちリアクション芸を何度も見なきゃいけないのかって悪いんだけど。ちょっと待って、これ旗しか動かしようがないよな。ここに左ないよな、これ。こっちに行ったらこの甲冑に取り付いてなんかできるけど、まあそれがさ、薬をぶっ飛ばした後なんだよな。これこれこれ、はい、あっ、この島での2分で2秒ではっ動かせ意味ねちょっと待って待って、これで外す、ほっ外せなんかできんか、揺れす、揺れた、刺さった。でこれでいくぜ、ぶっ飛ばすよ今から。ほっほっ、あー届かねえ届かねえ。これで薬を向こうにさ、ホールインワンするのかと思ったら違うな。そういうわけでもないか。カーテン閉める。ほっ、なんだよこれ。はっ、これさ、大臣が先にあの水を落とす瞬間にこれ旗をなんかしなきゃダメなんかな、これ。これまた発作の瞬間をいちいち見るのがだるい。これ飛ばせない、これ。こいつが水を飲もうとする瞬間にこれを揺らして邪魔するみたいな。いくぜ、これ薬落とすよね。薬じゃダメだから、おい、ほっほっほっ、あっダメか、ほっほっほらほら、水が、おー、なるほどね。これで水のバランスを取ってる。よし、運命が更新されたんじゃないこれ。よし、とりあえずこいつは水を飲んだぞ。よし、え、薬飲まなくても水で助かるなら薬意味なくない？とりあえず水は何？一応なの？応急処置みたいな。さてこれでどうだろうか。とりあえず水を与えることはできたが、まだ薬飲んでないよね、肝心のね。どうやら死んではいないようだ。とはいえ生き返ったよりも見えないが、中途半端な男だ。え、生きるか死ぬか中途半端、それが彼の生き様だ。とにかく薬を渡すための時間は稼いだようだ。よし、運命が更新された。ただどうやって薬に行くんだろうか。うーん、ちょっと待つか。アクション、大臣氏の運命は確かに変わったものの、我々の状況は全く変わらないようだ。このままではどこにも移動ができない。そうなんだよね。何か見落とした、そういうことか。大臣氏が水を飲む瞬間、一瞬道が見えたのだが、もう一度初めから考えるべきかもしれない。初めから運命更新からじゃなくて初めからじゃないとダメ。ちょっと一回運命更新行っていい？道が見えた。やるじゃん初めから。運命更新じゃあ何のためここに区切るんだよっていうね切る場所おかしくない？この運命更新のさ、途中セーブあんまり意味ないよね。分かったよ、こいつがまたこれ、まあでもやることは分かったから、早く水飲め。もういいんだよ、そんな水が飲んでくれれば。ぬおーっつって早く飲め。薬、水を飲む瞬間に道が見えたっつってたな。あそこでなんか映んのか。ほっほっ、ああ確かに水差し、これで上か。あのプロペラに行けば、あ、飲め。届かねえ。ほっこうやな。とりあえず回しゃいいよ。回してみたわ。とりあえず上行けたな。さて、これでどうだろうか。とりあえず水を与えることができたが、よしよし。どうやら死んではいないようだな。とはいえ、生き返ったよりも見えないが、中途半端な男だ。もういいや。よし。ここで運命更新されたぞ。ということで、上。だから何なんだ。もっと回す。ほっ！書類をぶっ飛ばすのか。あ、いいね。紙をぶっ飛ばすのね。これに移ってけんのか。あ、止まった。ちょっと待って。回しすぎたら。回しすぎたら止まるか。はい。もう一回。これで、はっ！ちょっと。わかったわかった。紙に乗るタイミングが大事やな。はっ！ほっ！くっ！ほっ！え、来た来た来た。ここや。ほっ！あ、来たね。来た来た。よしよしよし。来たぞ。これで薬くんに来れたんだけど。では次のステップへ進むとしようか。この薬瓶だな。そうなんだよな。こいつをどうぶっ飛ばしてあいつの元に持って帰れるか。大事にしよう。完全に生き返らせるためには、こいつを彼の手元へ届ける必要がある。手と足のない幽霊には向かないミッションだが、その代わりに頭を使うとしようか。まあこの甲冑をね、さっきもなんかちょろっといじったけど、まあこいつで一回これ敬礼してこれで一応あれこうするよね。でこいつでこれ回せよ。これぶち刺さるからスパッて刺さったから何なんだかよくわかんないけど、でとりあえずこいつ外したりとかいろいろいじる。はっなんか今おいしい感じがしたが、今のスイングはあと少し長さがあれば何か別のものを探してみようか。確かにそうなんだよな。これで一回カーテンで向こう行って、これは地球儀じゃないの。ちょっと待って、こいつでパッてもう一回敬礼して回す。ほっ、お刺さったこれでこれ回転したら向こう行く。これポン。はあ、なんか今美味しい感じがした。スリビンがあればな。すっと飛んで反対側になんとなく見えてきた気がする。こいつはこれも外してみるか。はあ、これでどうなるんだこれ。またあるな。大きい割に軽い額だったようだ。それにしてもいろいろなものが落ちる多い部屋だ。落ち目な男だいっそあの男の上に全部落っことしてしまえ。ここまで来ると落ち目というよりお茶目だ。落とすものの順番が鍵のようだ。はあ、どうすんだろうね。先に額縁を落とさなきゃダメなんかな。他になんかできることないよね。分かった、これ角度変えなきゃダメだ多分。ちょっとやり直していい。多分違うんかな。でもっと回すよね。フロって回して紙が来る。もうちょいちょい。はい、でこいつに飛び乗る。はい、でここで薬瓶に来たから、でなんでこう来て落とす順番が大事っつってたな。こいつ一回さ角度変えるよね。あ、違う、ミスった。違う違う違う、これ先に回さなきゃダメだ。でもまあそれが正しいか分かんないからとりあえずやってみよう。先に額縁落としてなんかいろいろ迷走してるけども、こんなのね、もうとりあえずね、手当たり次第やったきゃいいんだよ、これ。わかんないから。こっち行って、はい。で、敬礼します。で、地球儀を回して、はっ。ああ、なるほど。ああ、これ瓶が落ちんのか。はあ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 、転がるなんてできる。転がっていい？これで転がったらどうなる？はあ、これ、そしたらさ、いや違うな。でももうあの瓶は落とせないから、先にあの瓶を落とさなきゃダメなのか。ちょっと待って、こいつで一回この額縁をこの後落としたらどうなる？はあ、あー、ちょっと待って、分かったかもしれん。分かったかもしれん。ちょっともう一回行くね。じゃあ違うかもしれないけど、先に瓶を2個落として、はい、その後額縁を、ぶっ倒すよね。でこの下り何回も見なきゃいけないのやだな。ちょっとなんか2回目以降スキップさせてほしいね。できるのかな？未だによく分かってない。まあいいや、とりあえずこうして、でこいつ一回回転させるよね、こっちにね。でポンと、よし、ものすごい音がした。この壺、見た目よりずっと重いみたいだ。かなり分厚い鉄でできている。足の上に落としたら大変なことになりそうだ。足のない私、もうどうでもいいやお前のそのしゃれ込んだ話はどうでもいいんだけど、こうして一回落としといて、ちゃう、こいつの敬礼を一回戻して、でこのカーテンを閉める。でこっち行ったら、また敬礼か、敬礼して、でこの地球儀くんをもう一回回す。で揺らす。はい、でだ、この壺はやや軽いようだな。落とした壺は元には戻らない。何をいつ落とすかがよく考えた方がいい。これでこの額縁落としたらどうなる？こうでしょ。で、あ、違うな。この地球儀を転がすと、そうだよな、こうなっちゃうよな。ちょっと待って、順番が違うな。これちょっと待って、壺をてこか、これ分かった。なるほどね。こいつ上げて、あれ、このフルーツはもう転がせないの？これ結構で、このフルーツを落としてさ、ピョーンってこれ地球儀をぶっ飛ばすのかなと思ったけど、そういうことじゃないね。そしたらあの壺がよく分かんなくなるもんな。ちょっと待って、もう一回やるわ。すげえ迷走、なんか溶けそうで溶けない感じ分かりそうなんだけど、はい、また映ってでいくよね。出た、どうしたらいいんだろう。あの壺が敬礼して、そうか、あの壺を待てな、これを先に額縁をどっちも落として、先に右側の壺を落とすよね。こうして戻って、敬礼戻して、でこっちで行って、でこいつで敬礼して、で地球儀を回してで揺らすで落とすでこれみたいな、でこれ額縁を落とすで地球儀を転がすで、これでまた戻ってあのでかい最後の重い壺を落とすと、きたきたきた、これできたんじゃない。でこいつを回転させて、はい、でここで揺らすと、こうでしょ。であとはこいつを回せばかっこよすぎるわ。こんなにクックスリーぬおー、こんなベストショットで戻ることあるんやね。うおーっつって、もうやばいだろお前、それ薬のむしろ乱用で死ぬぞ飲みすぎだろ。よし大事にし薬を飲んだようだ。むしろ飲みすぎと言うべきか。ケチな男だ。え、薬は1回2粒まで、そんなことも知らんとは。確かにあんたこそケチなことを言うもんじゃないぜ。ほら見てみよう。よみがえった。よし更新完了と。全く世話の焼ける男だったな。これであの男も勉強になっただろう。ん、そもそも彼は薬をあまりにも見くびりすぎていた。今回の件、彼にとってはいい薬となったことだろう。なんかうまいこと言おうとしてんな。己自身を知る、全てはそこから始まるのだから。その言葉、あんた自身が胸に刻むべきだろうな。それじゃあ戻るとしようか。現在の時間が流れる世界へ。まあこうして大臣の命は救われたというわけだ。かくして法務大臣氏はよみがえり、その眉間のしわは一層深く険しい。来た輪廻。どうやら我が女刑事君こそがこのしわの元凶のようだが、いいですか刑事、あれは公正な裁判の判決だった。本人も処刑を望んだのです。でも証拠はありませんでした。最終的には本人の自供だけで、ただの自供ではない、最もね優秀な刑事の自供です。来るな、言ったはずです。わしに近づかないようにと。お願い聞いてください。今夜あの事件の証拠をつかめるかもしれないんです。なんですって。だからもう少しだけ時間をください。先ほど刑務所から連絡が入りました。浄土死刑囚は脱獄したらしいです。今さら罰を逃れようとする、残念なことだ。それは逮捕次第刑は執行されます。今夜中に。そんな。大臣は判決が下った当時、処刑の執行に否定的でした。それなのにどうして急に指令書にサインを。それはその、もちろん法務大臣としての職務を全うしただけのことです。違うだろ、お前の娘だろ、誘拐されたんだろな。輪廻刑事、大臣氏に噛みつきそうな勢いだ。すっかり私の存在など忘れているようだが、とりあえず合図でも送ってみるとするかこれが合図かよ。一回転してきたわ。シセル、そこにいたんだね。物分かりはいいな。どうやら大臣氏はなかなか手強いようだな。そうなの、腹立つよね。助けなきゃよかったかも。彼は今夜中に処刑を執行しなければならない。どうしてもそうしなければならない理由があるのだ。そう、脅されてる理由がな。理由、私は過去で知った誘拐事件の情報を伝えた。誘拐？あの大臣の娘さんが？そのようだ。なんてこと伝えるんだ。娘を救い出すと。でもだからといって処刑を急いでいいことなんてないよ。はい、目の前の大臣氏にそう言ってやったらどうかな。そうね、かわいそうだからちょっと言いにくいけど。ああ、それからもう一つ、ついでに私のことも運んでくれないか。うん、分かった。足がないって不便ね。ということでそれごと持ってくのね。すんごいなお前、怪しすぎるやろすげえ剣だって。その地球でわしの頭をかち割ってくるのかない。ああ、これのことでしたら気にしないでください。気にするなのは無理があるだろう。ところで刑事、つかぬことを聞きますが、もしかして今誰かと話をしていたとか。いやいや、常識で考えてありえないか。幽霊など私のことだろうか。キャー、いやいや、ありえない。夢だ、これは夢なのだ。あんた私を覚えているはずだが。夢が話しかけるな。夢にされてしまっためちゃめちゃ思い悩んで。あの大臣、私たちのことを私たち知ってるんです。娘さんのこと誘拐されているんですよね。今夜中に処刑が行われないと娘さんは帰ってこない。ぬぬぬぬぐぐ、薬薬無我がぬぐぐもうこいつむしろ薬の飲みすぎで死ぬな。頻繁に薬が必要になるな。わしはどうすればいいのだ。浄土死刑囚は脱獄。処刑が行われなかったら娘はエイミンは。その処刑が間違っていたらどうするんですか。ぐっ、やめておこう。それ以上責めるとまた死ぬ。どうすればいいのよ。この誘拐事件を何とかしない限り大臣氏を味方につけることは不可能。どうやらそういうことらしいな。とにかく誘拐に関する情報を集めてみようか。私にしかできないやり方で。これだろう。はい、さっきはどうも法務大臣さんなんだ。わしは君など知らぬ。とにかくわしは今忙しいのだ。夢ならば寝ている時に出てきてくれたまえ。夢じゃないのだが全く話にならないね。本当に困った大臣さんだ。だからわしの頭の中で悪口を言うな。電話します。まああれじゃない、まあここ行くか。でもここさっきトラップだったから今行ったら大丈夫かな。それかマダムの部屋。マダムの部屋意見やったっけこれ。ちょっとこっち行ってみる奥さん、エイミン無事って言って、電話で。エイミンいるわよって。これ寝てるやろ、これ。あ、おらんの？やはり、小さなレディーは見当たらないようだ。ほんとだな。誘拐されたということなのか？でも奥さん、何にも気にせず、小説書いてるけど、ご主人とレディーが大変な目に遭っているのを尻目に、愛の物語も大変なことになっているのだろう。それにしても、犯人はどうやってレディーを連れ去ったんだ？塾じゃない、塾。塾に行くっつってたからな。まあ特別ここはあれだから、まあじゃああいつら拉致してた犯人どものアジトに行きますか。私は誘拐事件の現場、犯人のアジトへ向かうことにした。法務大臣氏を動かすためこの事件を解決するしかない。私自身の謎から少しずつ離れているような気はするが、小さなレディーを見捨てるのは私の主義に反する。もう少し付き合うとしよう。はい、ということでまた新しいイラストを手に入れ、無事にね大臣の苦しむところのかきむしる紳士の挽歌だって。やばいねというものを無事に入手して、はい。ということで今回のショー終わったんでね、今回ここまでにしたいかなと思いますが、続きも楽しみだね。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、またね。バイバーイ。